プロスピエース。はい、ということで、ゴールデンウィーク、皆さん、どう過ごしでしょうか。今日はですね、プロスピエースのお時間です。皆さんも、プロスピエースで、ゴールデンウィーク、楽しみましょう。ということで、今日はですね、あれやります。ガチャやります。ね。今年全然ついてない。この前の村上、地獄でした。皆さん、見てない方はね、ぜひ、見てください。かなり面白い。YouTube 的には OK ですけど、佐々木的には、最悪の動画になってます。ということで、今回、まず最初はですね、以前引いた、契約書っていうのをですね、見てもらいたいんですけども、タイムスリップでね、まあ、誰が来るかっていうところですけど、まあ、バレンティンね、サファテ、そして福留、松坂、ここら辺が欲しいなっていうところでしたけども、引いた結果、何が来るのか、ね、ところですね。まあ、これね、絶対当たる契約書はいいよね。うん。見てる楽だもんね。さあ、っていうね、阪神の平野選手が当たりましたね。まあ、ここはですね、普通の A ランク契約書も平野が当たってたんで、もう選択するのも平野にして、ここはですね、しっかり、育てていきたいと思います。さあ、続いて、今来てるゴールデンウィーク記念ガチャ。555連プレゼントスカウト、これ毎日ね1回無料で来てますけども、どうせねこんなので餌当たらへんねやろうと思いながら、まあ無料だからやろうかとやって、1回目ねもう期待してないからね、全部ね入り、まあ、こんなもんやろうと。でもツイッターとか見てると餌当たってる人がいるんだよね、当たんのと思って、2日目ね、もう期待しない、ね、ついてない、何もないじゃん、で星も流れないし、とも一緒かと思った瞬間、ほら、確定、おっと、誰だ、誰が当たるんだっていうところで、来たのが、源田、ね、ショート松、もういっぱいいる、中島、藤岡、足立、源田。まあでも源田はね、守備と足があるんで、しかも素材あるんでね、ここはもう育てましょう。坂本がね、いつ来るのか。ね、上に勢いようとしてね、いつ当たんじゃねえと思って、続けて、3日目、ね、坂本、S だったらよかったんだけどね。しかも、同時だからね、素材そんないらないよね。あれか。勝利の使者をつけるために頑張れってことかな。そして頑張ってスペシャルミッションね、31ミッションクリアで S が 30% 確率、これもう久しく見てない、この 30%10% で S を。皆さん当たってますか。その時絶対当たってない。今回もね、全く落とさなくね、割れもしなくて、結局今は見ない。ここからが本番です。やっていきましょう。ゴールデンウィークスペシャル10連福袋ね、1回目 S ランク選手1人確定、購入3回目5回目は S ランク2チーム確定ということで、どこにするんだい問題です。で、ね、一番欲しいのが坂本なんだよね。欲しいんだけどもジャイアンツまだ1人も持ってないしね、あと岡本とねはセレクションで出るっていうところで、まあでもソフトバンクか結局は。ソフトバンク誰来てもいいからね。だからソフトバンクでまず行って千賀を確保しよう。あと海で森ね、あと森ライデル・マルティネス、あと増田、ここのね守護神もちょっと欲しいところ。ロッテも石川取ったからね。西武との先が欲しいね。で楽天マー君、森本、楽天もいいんだけどなんかかぶりそうじゃん。もう今年結構かぶりまくりだからね。あとオリックス様式だね、まあ、ちょこちょこいるんだよね。ジャイアンツ坂本でもこれも10分の1はきついよね。阪神、ドラゴンズ、 DeNA、 カープ、ヤクルトの山田も欲しいけどいっぱい取ってかぶり気味。よし、もうここは仕方ない。さあ何が出るのか、まずは1回目いきましょう。ちょ
ちょっと音だけ出しておこう。ちょっとだけ。さあ、レッツゴー。あ、流れ星と思ったら確定だったわ。まずここで誰か、もうかぶる、もうかぶらなかったらいいよ、かぶらないで。もうあの村上で全部お役払いしたでしょ、ね、こっからはハッピーに行こうよ、ハッピーね。お笑わね、前途だな。大竹ガンケル絶好調、大田大志ちょっと状態上がってきた、辰巳一回押したけどあのホームラン良かったね、鈴木からのナイスバッティング、平井ね、先発今年頑張ってるね。スパンジェンバーグ復帰してからのバッティングいいね。アダチまあね、ちょっとコンディション不良もあるけど頑張って。バーヘーゲンもう体調万全かな。栗山2000本安打頑張れ。さあ1人来い。中川いい、中川オッケーオッケー、中川いいね、いいね、幸先いいね。さあ2回目、ここは確定じゃない。確定じゃないところに来たらすごいんだけどね。ああ、さすが儀式確定来なかったね。ここはないかな、そういうところでパシーンに来てくれたらね、テンション上がるんだけどね。お、びっくりした、なかった。サイト、岡田、高梨、山野辺、高橋幸、亀井、ないか。梶谷、調子上がってきた。さあ3回目、G チーム勝って、線が欲しい、森でもいい、加山だけやめて、ね、あるからね。さあ3回目。2枚引きとか来てくれないかな。ちょっと落ち込んで、こうしようぜ。2枚引きほしいな。あのレギュラーになるやつ来てほしい。絶対的なレギュラー。おっとっと、ああ、実は今、あっ、これびっくりするな。さあ、2枚引き、2枚引き。高橋遥人復活待ってるよ。山崎今年ストレートいい。おお、国吉も頑張ってる。ティープルズ今日先発。佐野啓太打率3割。西川頑張れ。陽川頑張れ。山本頑張れ。あ、来た。今宮。ショート祭り。ショート祭り。さあ、4回目。じゃないところで来てほしいな。まあ、まだ被ってないからね。源田今宮どっちがいいのっていう、皆さんどうですか、源田と今宮どっちがいいですか。ちょっとね、どっちも極めに入れます。あら、飛びもしな。エイクル、エイクル、おお、A3 連発、A3 連発だけども、どれも雑球チームには必要な。サンズ、さあ最後です。ちょっと待て、もう一回確認しよう。本当にソフトバンクでいいのか、自チーム。これ見て、これ他もソフトバンクのって、もう気になるのは坂本でも他かな。もういい、このままや、このままソフトバンクや。最後2枚引き来てください、2枚引き。レッツゴー。いいよな、確定、全部流れ星来てる。調子君絶好調来てる。おっ、よし、あそりゃそう、自チームだった。びっくりするね、確定してても。2枚引き、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 よし、
これ2枚引きあるんちゃう。2枚引き、さあ2枚引き来い。あ、びっくりした、ビシエド来い。よし、三島、お、守護神ね、まさき守護神。さあ最後、線が森、どっちかシュートマッチでもいい。クラシャ、今宮と加山だけやめて、カモンと燃えてる。 OK、 燃えてる、いい、 OK、 OK、 極みできます、継承します。まあ今回は比較的いい方だったんですかね。全体的にね、始まった抑え、守護神の三島もまあ取れたし、モイネロ継承できるし、今宮源太、皆さん今宮源太どっちをチームに入れた方がいいか教えてください。そこちょっと分かんない、だからそこをまあ攻めていきたいかなと。まあでもちょっと運気戻りきってないね、ちょっと上げていきたいね。まあ、皆さんゴールデンウィークプロスペースでお楽しみください。今日はこれまで、じゃあ。